どうも皆さんこんにちは、着伐です。本日はですね、ポイントサイトのね FX 案件についてなんですけども、私のね動画のチャンネルのコミュニティ欄っていうところですね、結構ねお得だなというふうに思いまして発信ねさせていただきましたところ、動画解説ねリクエストいただきましたので、本日の動画ではですねこちらをねやっていきたいというふうに思っております。でですね、今回のポイントサイトの案件解説は FX というふうになっておりまして、個人的にはですね取引回数がね1回から10回ぐらいのね少ないね取引であればですね結構おすすめできるかなというふうに思うわけなんですけども、取引はね少ないとはいえですね FX の取引というふうになりますんで、ポイントサイトの案件自体ねやるかやらないかっていうのはですねご自身でね判断していただきたいなというふうに思っております。それではね解説入っていきたいなというふうに思うわけなんですけども、今回ねせっかく動画を撮っているっていうふうになりますんで、案件自体はね2つね解説させていただきたいなというふうに思っております。でですね、ポイントサイトハピタスのね案件っていうふうになっておりまして、1つ目はですね YJFX 外貨 EX 案件ですね、こちらは14,000円分。2つ目がですね au 株コム FX 案件ですね、こちら22,000円のね案件っていうふうになっております。それではですね、まずね YJFX 外貨 EX の案件ですね、こちらはポイントサイトハピタスにですね14,000円分で出ているわけなんですけども、ポイント獲得条件っていうのはですね、新規口座開設後60日以内に10万通貨をね取引していただくと完了っていった形になっておりまして、このね10万通貨っていうのはですね FX はですね通貨の売買っていう風になりますんで、購入してね売りますよね、これでね1回っていうカウントになりますんで、往復でね10回の取引がね対象といった形になっております。またですね YJFX 側でですねキャッシュバックキャンペーンもねやっていて、今回のねこのポイントサイトの案件を利用しても対象っていう風になるわけなんですけども、 FX 自体はですねすごいね何回もやっていて慣れている方であればですね、このキャッシュバックキャンペーンもですね結構おすすめだなっていう風に思うわけなんですけども、 FX ねやったことない方はですね基本的にねスルーしておいていただきたいなという風に思っております。この案件はですね YJFX の口座開設そして FX の取引ね60日以内に10万通貨を取引するだけですね14,000円がねもらえるっていう風になりますんで、個人的にはですね結構簡単でねいいのではないのかなっていう風に思っております。でですね、ポイントサイトの案件にはですねポイント却下条件っていうのが細かくね記載がされておりますので、利用予定ねされている方はですねこちらね確実にチェックしてからですね利用していただきたいなっていう風に思っております。それはですね実際にねやりながら解説ねしていきたいなっていうふうに思うんですけども、ポイントサイトハピタスのですねポイントを貯めるをねクリックしていただくと、こちらのね YJFX のね口座開設のね画面にね映ると思うんですけども、こちらのね下の方に口座開設はこちらっていうところがねあるかと思いますので、こちらのバナークリックしていただいて口座開設ねしていただきたいなっていうふうに思っております。口座開設自体はですねそこまでね難しくないかなっていうふうに思いますので、詳細は省かしていただきますけども、一応ねマイナンバーの番号がね必要っていう風になりますんで、こちらね事前に用意しといていただくとですねスムーズにね口座開設できるかなっていう風に思いますので、この点はね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。でですね YJFX に関してはですね口座開設をしていただいてですね1週間後ぐらいにですね書き留めがね届くって言った形になりまして、そちらにですねログイン ID とねパスワードが書かれているっていう風になりますので、そちらからねログインしていただきたいなっていう風に思っております。でですね、案件自体は FX の案件っていう風になりますんで、お金をね入金する必要があるっていう形になっておりまして、 YJFX のね案件自体は10万通貨っていう風になりますんで、だいたいね6万円ぐらい入金しておけばねいいかなという風に思いますので、一応ね6万円ぐらいはですね用意しておいていただきたいなという風に思っております。それではねここからは実際にねやりながらね解説していきたいなという風に思うわけなんですけども、 YJFX にはですねスマートフォンアプリがねありまして、外貨 EX っていうねスマートフォンアプリがありますんで、こちらでね解説させていただきます。ちょっとねこれにね画面出しながらねやっていきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、ログインしていただくとですね口座状況がね見れるかなっていうふうに思うわけなんですけども、まだね入金しておりませんので0円といった形になっております。でですね、入金をね、していくわけなんですけども、左上のねメニューの方から、クイック入金ですね、そうするとブラウザ起動しますかって出ますんで、じゃあ OK を押していただくとウェブサイトに飛びますんで、こちらでね
クイック入金ねしていただきたいなっていうふうに思います。まあクイック入金ねしていただくと、もう入金してねすぐね取引できるっていった形になりますんで、まあ個人的にはですねこちらの方が便利かなっていうふうに思います。でですね、入金金額なんですけども、ちょっとね5万円しか私今ね入金しておりませんので、ここではね5万円入れさせていただきます。皆さんね6万円入金しておいていただきたいなっていうふうに思います。で、入金自体はですね、こちら銀行名ね押していただいて、下のね入金するっていうのをねクリックしていただくと銀行のねウェブサイトに飛びますんで、まあここからはですねご自身でね分かるかなっていうふうに思いますので、この後はですねちょっと割愛させていただきます。それではですね、入金がね済みましたので、これからね取引していきたいなというふうに思います。でですね、まず一番下のですねワンタッチっていうところありますよね。こちらを押していただくと、ワンタッチ注文の確認事項ということで、こちらね OK を押していただきます。そうするとですね、赤いところをねクリックしていただくと購入っていった形になりまして、青いところですね押していただくと売るっていった形になるわけなんですけども、まあこちらねどっちでもいいんですけども、まあひとまずですね購入してね売れば、まあ OK っていうふうになりますんで、まあ購入してね売っていきたいというふうに思います。それはね買いますね。で注文数っていうねところがあると思うんですけども、かける1万に、ね、なってることを確認していただいて、赤いところをね押します。そうすると購入することができましたね。でそうすると一番下にですねワンタッチ全決済っていうのがね出てくると思いますので、こちらねワンタッチ全決済をね押していただきます。まあそうするとですね評価損益っていうのがね出てると思うんですけども、まあ、私はねちょっと動画撮りながらやっておりますんで、価格がね動いてるっていった形になると思うんですけども、皆さんはですねこちらね買ったら即ね全決済していただきたいなっていうふうに思います。ではね全決済していきたいなっていうふうに思います。で決済が終了いたしました。でそうするとですね、メニューをね押していただいて、こちらで約定利益をね押していただきます。そうするとですね売買がね記載されているというふうに思うわけなんですけども、まあ、先ほども言いましたけども、私はねちょっと動画撮りながらやっておりますんで、マイナス160円ということで結構ねマイナスが出てると思うんですけども、基本ねこれ購入してすぐ売ればですねマイナス30円ぐらいで終了できますので、皆さんはねそうやってください。でですね、今回取引してマイナス160円、これが1取引ですね。でこの YGFX の案件については、これをね10回繰り返す必要があるって言った形になりますんで、皆さんはですねこちらをね10回やっていただいて、10回の取引っていう風になりますんで、マイナス300円ぐらいでね取引完了できるかなという風に思っております。これでね取引が終わったっていった形になりますんで、案件のねポイント獲得条件はこれで満たしたっていった形になりますんで、あとはポイント付与ね待っていただくっていった形になります。どうでしょうかね、結構簡単かなっていうふうに思うんですけども、まあね初めてやるってなるとですね、ここでねめんどくさいかどうかっていうのは結構分かれるかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、10回取引していただいて、あとはポイント付与ね待っていただいて、ポイント付与されたらですね FX 口座に入ってるお金をですね出金して案件終了っていった形になります。でですね、こちらの YGFX 自体はですねポイントサイトのポイント却下条件ですね、ポイントが付与されるまでに出金するのはですね NG っていう記載がありませんので、おそらくですね出金してもポイント付与自体はねされると思うんですけども、一般的なね FX 案件っていうのはポイント付与されるまでですね出金するのは NG っていうね FX 案件もね結構あるっていうふうに思いますので、まあ一応ね今回の YGFX はね大丈夫かと思うんですけども、一応ねこの点は覚えておいていただきたいなっていうふうに思います。まあ私はですねちょっとビビってねそのままねポイント付与を待ったっていった形になります。それでは次に au 株コム FX ですね。こちらの案件はですね1回の取引でね2万2000分のポイントがもらえるということで、かなりねポイント額がね大きいんですよね。でまたね取引回数も1回っていった形になっておりますんで、もしねやったことない方であればですね先にねこちらをねやっていただきたいなっていうふうに思います。それはですね au 株コム FX ですね、ポイントサイトハピタスのねポイント貯めるをねクリックしていただくと、こちらのね画面になるかなっていうふうに思います。で下の方に行っていただくとですね、まずは無料で口座開設括弧証券口座っていうのはねあると思いますので、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね先ほどと同様に口座開設が、ね、されるっていった形になっておりまして、こちらでもですねマイナンバーのね番号が必要っていうふうになりますんで、用意しておくとですねスムーズにね口座開設できるかなというふうに思います。でですねこちらの au 株コム証券についてはですね、口座開設をした後もですね書き留めなどね郵送物が届かないようになっておりまして、1週間後ぐらいねすると
登録したメールアドレスですね、口座開設完了のですね通知が来るっていった形になっておりますんで、こちらね覚えておいていただきたいなっていうふうに思います。こちらね見逃してしまうとですね、いつまで経ってもですねログインできないっていった形になってしまいますので、メールでね口座開設完了がね来ますので、こちらね覚えておいてください。そうですね、実際にログインねしていきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、ログインするとですねこんな感じで au 株コム証券のねマイページ画面がね出ると思うんですけども、今回の案件はですね一番最初に au 株コム証券の口座開設をするんですよね。でその後にですね FX の口座開設を行うっていった形になりますんで、 FX のね申し込みが必要っていう風になります。でですね上の方のお取引っていうところからですね au 株コム FX をねクリックしていただきます。そうするとですね FX 口座開設がねできるようになりますので、こちらでね申し込みをしていただきたいなというふうに思います。ちょっとねここの申し込み画面についてはですね、私はねもう申し込み済みで口座開設ねした後なんで、ここの画面はねちょっとお見せできないんですけども、まあ、こちらでね FX 口座を申し込むっていった形になります。でですね口座開設完了までですね、まあ、数時間から数日ねかかるかなっていうふうに思いますので、ちょっとね数日経った後にですねまたねログインしていただきたいなというふうに思います。でですね先ほどと同様ですね、こちら FX の取引っていう風になりますんで、入金ね行っていくわけなんですけども、 au 株コム証券はですね証券口座に入金してですね、それをね FX 口座にですね移す必要があるんですよね。この案件のねちょっと面倒くさい部分はここなんですけども、ちょっとね覚えておいていただくとねスムーズに利用できるかなっていう風に思いますので、こちらねよく覚えておいていただきたいなっていう風に思います。まず入金依頼をねしていただきます。で入金依頼ですね、先ほど同様ですね銀行口座のサイトにですね行くっていった形になりますので、そちらからね利用していただきたいなっていうふうに思います。でですね入金自体が完了したらですね、また入出金のところをねクリックしていただいて、振り替え依頼っていうところがあると思うんですけども、その下にですね終わり預かり金振り替えっていうのがねあると思いますので、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですねこちらの画面が出るんですよね。ちょっと私の方はですね今0円っていう風になっておりまして、金額がね入ってないわけなんですけども、一番上のね真ん中の方にですね振り替え指示ということで預かり金矢印 au 株コム FX 証拠金っていうのはねあると思うんですよね。でこちらにチェックを入れてですね振り替え金額ね6万円を入力して確認画面ねっていうところをねクリックしていただきたいんですよね。そうするとパスワード等々をね入れる画面になるかと思いますので、完了させていただきます。そうするとですね入金したお金がまずね au 株コム証券に入って、それがね fx のね口座の方に移るっていった形になるんですよね。まあこれをしないとですねこの au 株コム証券の fx は取引がねできないようになってるんですよね。ちょっとね面倒ですよね。普通の fx の会社だとねこの部分はないわけなんですけども、 au 株コム fx の方はねあるっていった形になるんですよね。それですね振り替えが済んだらですね次はお取引っていうところをしていただいて、下の方にですね au 株コム fx っていうのがねあると思いますので、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね au 株コム fx に、ね、移動するっていう風になっておりまして、こちらをねまずね右上の証拠金状況っていうのをねクリックしていただきます。そうするとですね証拠金余力5万円ということで入金がね確認できるかなというふうに思います。でですねこれで注文して売ればですね今回のポイントサイトの案件ね終了っていった形になりますんで、実際にねやっていきたいなというふうに思います。それはね取引していきたいなというふうに思うわけなんですけども、今回のねポイントサイトの取引条件は1回のね取引で OK っていった形になりますんで、買って売ればねポイントサイトのポイント獲得条件は終了っていった形になりますので、まずねストリーミング注文っていうところを押していただいて、そうするとね赤とブルーのねバラが出てくると思うんですけども、こちらもね赤が買い売りがね青っていう風になっておりますんで、買ってね売っていきたいと思います。ではね買っていきましょう。確認画面を表示されないことに同意しますっていうところをチェックしていただいて赤をね押します。そうするとですね受け付けましたって出ると思いますので、まあ、ここですね購入が完了しております。そしたらですね左上の縦玉紹介でいいですかね、こちらをクリックしていただきます。そうするとですね今注文したものがですねここに入ってるっていう風になりますんで、こちら決済をねクリックしていただいて、下のねチェックしたポジションを決済をクリックします。そうするとですね売り注文のね確認画面になりますんで、売り注文確認するをねクリックしていただきます。でですねもう一回ね売り注文するをね
クリックしていただきます。そうするとですね、ご注文を受け付けましたということで、取引結果は本画面をご確認してくださいということで、売買の履歴がね見れるっていただきになります。でですね、取引状況に関してはですね、この証拠金状況っていうのをね押していただくと、いくら減ってるかはね見れるかなっていうふうに思いますので、私の場合はちょっとね動画撮りながらねやっておりますんで、ゆっくりやっておりますけども、皆さんはですねちゃちゃっとねやっていただいて、できるだけ早くね取引終了するようにしてくださいね。まあこの買って売るのがどれだけ早いかによってですね、為替の値動きで損しないっていう形になりますんで、この点はね覚えておいてください。で、私はですねちょっと1回練習して動画撮っておりますんで、私はね5万円入金して49,940円ということで、マイナス60円でね今回の取引はね終わったっていった形になります。まあ普通にねちゃちゃっとやればですね、マイナス30円で実際に案件やった時はねできたっていった形になりますんで、ちゃちゃっとやっていただければですね、マイナス30円で2万2000分のポイントがもらえるっていう風になっておりますんで、まあ、結構ねいい案件じゃないのかなという風に思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね FX 案件を2つね実際のやり方をね解説させていただいたわけなんですけども、もしねわからないことがあったらですね、ぜひねコメント欄ねコメントいただきたいなっていうふうに思っております。個人的には取引回数がね少ない案件についてはですね、まあ、積極的にね狙っていただいてもねいいのかなっていうふうに思うわけなんですけども、冒頭に言った通りですね、 FX 自体は、まあ、取引がね伴うっていうふうになりますんで、まあ、損したり得したりねあるっていった形になりますんで、判断自体はですねご自身でねしていただきたいなっていうふうに思います。でですね、一つね注意事項に関してなんですけども、この FX 案件っていうのはずっとやっていくとですね、本当にスマホのアプリでポチポチするだけでですね売買ができてしまうっていう感じで、本当にねゲームみたいにね思えてきてしまう部分もねあるんですよね。ですので本当にねこの点は注意していただきたいなというふうに思うんですよね。まあ、FX ねやったことない方に関してはですね、やはりこのゲーム感覚でねやっていくと、もう本当にねいくら損するかねわからない世界っていうふうになりますんで、本当にねポイントサイトの取引以上はですね取引ねしないことをお勧めしておりますので、この点をね覚えておいていただきたいなというふうに思います。ポイント獲得条件の取引でですねマイナス300円とかになってもですね、ポイントサイトの案件を利用したことによってプラスになればですね、そこでね手を引いていただいて、その案件をね終了していただきたいなというふうに思うんですよね。私もね結構ねFX の案件ね最初やった時に本当にスマートフォンアプリでゲーム感覚でねやって、結構ねやってしまったんですよね。本当にポイントサイトのプラスポイントをですね相殺するぐらいのねマイナスも抱えたことがあるっていう形になりますんで、同じね失敗はねしないようにしていただきたいなというふうに思います。まあね FX 自体はですねやったことない人がちょっとやってね勝てる世界ではねないかなっていうふうに思いますので、ぜひねこの点は忘れないでね案件利用していただきたいなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、チャルマイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。